遅えんだよお前ら。ディクソン、まったく、お前らのその無様な戦い方は何だ。もっと強くなってもらわねえと困るんだけどな。なんですって。なんだよあいつは。前座だよ。こいつに苦戦強いられるようじゃ俺とやり合うなんて到底無理だぜ。ふざけた真似しやがって。せいぜい頑張りな。早く俺を楽しませてくれよな、シュルク。みんな気をつけて。リッキーのこと食べる気だもん。あんなやつさっさと片付けるぞ。
感じられるな。準備は良いか。一匹たりとも逃しはしないわ。そなたたちの力、本物だな。
サモンフレア万弱なる大地よ。何時深き眠りのイザナは宣言せよ。ヤギツセフレアルファレス、とどろくイカズチよ。根源たる大海よ、今だ。もらうぞヒーリングワークは貫け。バッエーテルが見つけたのだ。宣言せよサモンバルト、サモンフレア、アレクルー疾風よ。悪くない、いい攻めがメイク出すの。宣言せよスリープマインド、エイク何かしら、この部屋。どうやら聖堂のようだな。奥に祭壇があるぞ。怖い顔がついてるもん。うん、念のため調べてみるか。どうしたシルク。なんだろうこのくぼみ、何かはめられそうだよ。本当だもん。ここには絶対何かあるもん。頂上に向かうための手立てが見つかるんじゃねえか。そんなに都合よく行くかしら。考えていても仕方ないね。何かはめられるものがないか、この辺りを探してみようか。
我らが力見せてやろうぞ。早めに片付けるぞ。一匹たりとも逃しはしないわ。ジップラゲン雷神攻撃リフレクション、入れよ。油断は禁物だな。何を言う、アップをかけポイゾンアーツ、どんどん。すごいわ。任せておけ。心配しないで、私に伝わる。とどろくイカズチよ、あたれ抜け、バッカルボルト、ダンバン。これなら変化したくどうだよ。サモンアーツ、すまない。はぁ、この程度の傷。待って、もう少し怖い。いけない、力が。もう死にたくないわ。もう少しで頼むぞ。カルナ、燃えて畳みかけるぞ。宣言せよ。俺のものは前に出ろ。ナイス、そこにかける。そなたに関する私たちの勝ちだな。ディクソンの気配を感じる。奴のいる頂上は近いな。ここから先に進んだら引き返すことはできなくなるだろう。それでも行くのか、シュルク。いえ、もう少し時間をください。うん、わかった。待ってるぞ、シュルク。ディクソンの気配を感じる。奴のいる頂上は近いな。ここから先に進んだら引き返すことはできなくなるだろう。それでも行くのか、シュルク。
覚悟はできています。迷いはないんだな。ないと言ったら嘘になります。でもそれでも僕らは進まなくちゃならない。そう、私たちがなすべきことはただ一つ。とっくの昔に決まってるぜ。お兄ちゃん？いやすまん、どうやらお前らには愚問だったようだな、ダンバンさん。よし、行こうか。俺たちの未来をつかみに。来る場所を守る、それがわしらのなすべきことだ。はい。元はホムス、姿形は違えど願いはわしらと同じ。行くぞジョジョ。はい。ディクソンさん、待ってたぞシルク。僕たちと戦うためにですか？ああ、そうなるな。それとも黙って切られてくれるか？それはできません。もっともだな。出ないと面白くない。俺は最初からザンザ様のために働いてきた。お前のこともそのために鍛えてやってたんだぜ。はい、力を与えてくれたこと感謝してます。そのおかげで僕は今ここに立っている。言うじゃねえか小僧。ディクソンさん、どうしても僕らを阻むというのなら、僕はあなたを斬る。さあ始めようか。スプーゲン、ありがとう。元気が出る。今は自分に合わせろ。はっ、そこ。スリットエンジン。
雑魚ども相手じゃ食い足りねえのよ。おう、お前は確かメイナスの力を受け継いだ。力じゃない。ああ、メイナスから受け継いだ思いで私はあなたと戦う。フィオルン、重いか。そいつは腹が膨れるのか。気に入らない奴をぶっ殺してくれるのか。あなたはなぜ戦うの。ザンザに力を貸して何もかも滅んだ世界で、あなたはそんな世界が楽しいの。考えるってのはまさに力を持つ者だけの特権だな。違う、ザンザなら俺に戦う力と場所を与えてくれる。それが面白いのよ。それが理由なの？そんなことが。それが真理よ。メイナスは巨神界と鬼神界の全ての命が一緒に生きていける世界を望んでた。私はあなたを許さない。そうかい。だが何ができるんだよ、その体で。知ってるぜ、その体にはもうモナドがないってよ。もうじき動かなくなるんじゃねえか。あら、そろそろ限界だろ。まさか。平気だよ、最後の最後までシルクと一緒に戦うんだから。フィオルン。いや、ここがその最後の最後ってやつだな。どうした？モナドなしのてめえは本当に無力で非力な小僧だな。シルク、終わりだ。期待外れだったよ、お前は。メリオ、フィオレン、シルクと共に生きるのではなかったのか。こんな奴のために無駄に命を削るだ。そうよ、欲しいものを手に入れるの、死んで守るなんてダメ。貴様ら、シェルク、そろそろ本気出せ。俺は知ってるぜ、モナドがなくたってお前はこんな奴より強いって。リキだって知ってるもん、シュルクはいつも勇敢だったもん。いつもの気持ち思い出せたもん。シュルクは本当の勇者だもん。そうだ、借り物の力などいらん。自分の力を信じろ、シュルク。みんな、シルク、行こう。シルク、私たちの力で。そうだ、僕たちはみんなから受け継いだ思いと自分の力で。全然にもなれしねえ。力は。
殉教者になるつもりはないんでね。行けよ。命を懸けてまで足止めする義理はねえ。ふざけるな。そんなことで俺たちが。シュルク、行こう。僕たちの目的はザンザだ。見せてやらねえ。お前は一生俺より強くなったことに気づかず生きていけ。じゃあな。これが羊飼いに憧れた羊の限界だったか。シルク、あの傷、
なぜだ、なぜここから先が見えない。二つのモナドを手にした今、この世界の因果の流れは我と共にあるはず。なぜビジョンがここで途切れる。ディクソンが消えたか、ローランもあの者たち。バカな、テレシアの力が弱まっている。赤のごとき矮小な生命に遅れを取るだと。この世界はあなた方のもの。神など必要のない世界を作ってください。神のいらぬ世界だと。神あってこその世界だ。ここは我の世界なのだ。なんだこれ。なんだもうここ、いつの間に夜になっちゃったも。リキ、スヤスヤしたのかも。見て、足の下は空になってる。いつの間に巨神の外に。それに陸も海もないなんて。